皆さん、こんにちは。渡りぐるビジです。では、今回は、新ギレンの予防、ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。ギレン総帥の1年戦争編にマフティを歴史介入させての攻略企画になります。前回はですね、連邦軍最後の宇宙の拠点、ルナスの攻略に成功しています。その後、エギューデラーズから提案されている第二次ブリティッシュ作戦。早速、これを発動するところから始めていきたいと思います。各部隊に作戦の開始を通達しろ。ルナ2を制圧したジオン軍はサイドセブンに侵攻し、コロニー外壁に核パルスエンジンを設置する。ゆっくりと地球への落下軌道を進むサイドセブン。その行き先は連邦軍本部ジャブローであった。この一撃で連邦軍が誇るジャブローの対空防衛網は完全に崩壊し、その無残な姿をさらけ出した。最後の頼みの綱を失った連邦軍、滅亡の時が迫ろうとしていた。第2次ブリティッシュ作戦は成功です。コロニーはジャブローに落着しました。現在ジャブローの被害状況を確認中です。第2次ブリティッシュ作戦の成功によってジャブローの対空防衛網は完全に無力化しました。これでジャブローへの降下上陸が可能です。ジャブロー降下作戦を提案します。はい、というわけで今ご覧いただいた通り、ジャブローに直撃させることができたようですね。ではこの後、部隊をジャブローに向けて出撃させていきます。まずですね、ちょっとよくわからないんですが、ニューヤーク、ここはですね、我々が拠点としては持ってるんですけども、交戦中のステータスが変わらなかったので、マップの端まで移動させて部隊を出撃させるという形をとって、ご覧のようにザンチバルを8隻投入して出撃を行っています。一方、キャリフォルニアからもですね、ハイゴック、グラブロ、マッタングラー隊を出しています。さらに宇宙からは、今ルナ2を攻略した部隊がザンチバルで地球降下準備を進めていますので、このね、3つのルートから同時にジャブロー進行戦を行っていきたいと思います。では、ニューヨークとキャリフォルニアから出た部隊がね、ジャブローに迫っています。さらに、宇宙でもジャブローの降下地点近くにザンジバル隊接近しつつありますので、ここで特別作戦、ジャブロー攻略を発動していきます。全てが終わる。全軍に作戦の開始を通達せよ。ジオンの進行を阻み続けてきたジャブローの対空防衛網はコロニーの落下によって完全に崩壊した。連邦軍に戦力を回復する術はなく、ジャブロー陥落は間近に迫っていた。そしてついにギレンの命令が下った。作戦目標ジャブロー。地球連邦とジオン公国の最後の戦いが今始まろうとしていた。はい、ご覧いただきました通り、これからじゃあジャブローの攻略戦始めていきましょう。まず第一陣としてニューヨークとキャリフォルニアから出撃した部隊を中に入れていきましょう。でこの後ですね、さらにルナ2を攻略した部隊が降りていきますので、それらもねうまく使っていきます。まずは入れられる部隊から先に入れていっちゃいましょう。それなりの数入れそうですね。ではジャブローに侵入した第一陣で進行戦を行っていきましょう。主力部隊はルナ2を攻略した部隊になってますので、ここにあまりパイロットが乗っていないというのはありますが、この後第2陣第3陣と部隊は入ってきますので、できるだけですねスピーディーに部隊を送り込めるところは送り込んでいこうかなというふうに思っていますので、進撃していきましょう。さすがにジャブローというわけで部隊数は多いですよね。この部隊数は多いですが、この後入ってくる
まあ、我々の援軍を考えた場合、まだまだ数では圧倒できていると思いますので、このまま進撃を続けていきます。進行のルートなんですけども、まあ、ご覧のように川がですね、アマゾンとして、かなりいろいろ張り巡らされているところではありますので、あのズゴックとかハイゴックに関しては何ら問題はないんですけども、水中に入れないモビルスーツに関してはですね、この川を渡れないということがあるので、ルートは、まあ、できるだけ下に回り込んで基地中心部を狙っていければいいかなと思います。ザンジバルは下に回り込んで、まあ、ケンプファーをね投下していきましょう。まあ、一方ズゴック、ハイゴック隊に関してはこのままね基地中心部、陽動の意味も込めて、進行してもらいたいと思います。ハイゴックも進めていきましょう。一応補給用にザンジバル2隻ほどハイゴック方面につけておきます。まあ、できるだけね、もちろん、ザンジバル、失いたくはないんですけども、これ、もう最後のマップになっていると思いますので、まあ、臆せず、ザンジバルをきっちり、ハイゴックの補給に当てられるように進めていきましょう。では、ザンジバルも地球に降下させていきましょう。これが本当の主力部隊ですね。で、グワジンに今まで乗ってもらっていた、ギレン総帥も、このザンジバルに乗り換えてもらってます。ザンジバルでねこのまま地球に降下、そしてジャブローへ突入していってもらいましょう。ではザンジバル回り込みましたので部隊発進していきます。ケンプファーですね、ここは一気に中心部に迫っていきましょう。ケンプファーも改造済みですね、火力を上げてあります。まあ、主力部隊を書いているということもあって、まあ、少し制裁を書いていますが、このまま進撃は続けます。本来だったらね、やっぱり、エースパイロットたちをふんだんに投入して戦いたいなというシチュエーションにはなってくるんですが、まあ、残念ながらまだね、地球に降下したばかりで侵入ができていないという状態なので、まあ、もう何単かはね、この膠着状態が続くかなと思います。ルナ2を攻略したザンジバル隊ですね。これ一部、今回、ジャブローに侵入することができましたので、進軍していきます。一方でですね、まあ、ちょっと懸念点が出てきていてですね、まあ、ルナ2の決戦でも、かなり損害を被った、ここに GP-02、サイサリスがいるんですね。これが、核バズーカをこの後撃ってくると思いますので、まあ、それをね、どうかわしていくかっていうのも、すごく重要なポイントになってきそうなので、まあ、できるだけルートはですね、複数取りながら進行していきたいと思います。まあ、GP-02 をね、かわすと、かく乱するというところですね。撃ってきましたね。核を撃ってきたな。まあ、ただ、こちらの3回する作戦がうまく効いて、ダメージを受けたのはこのザンジバルだけですね。しかも、ユニットは乗っていませんので、まあ実質、全くダメージはなしというところですね。また撃ってきやがった。いやー、サイサリス、GP-02。隣接して格闘戦に持ち込みたいかな。そうすると大概格闘戦敵も挑んでくるので、ちょっと格闘が入るかどうかは別にしておとり用に1個サイサリスの隣につけちゃいましょう。そしてようやくお待たせしました。ここで待ちに待った主力の部隊が到着しましたので、これ投入していきます。ギレン総帥もね、核攻撃受けると元も子もないというのがありますので、部隊を下ろして早々に離脱していきましょう。
そして接近してサイサリスに格闘戦を挑んで撃破していきたいと思います。ゲンファーも接近して格闘戦の準備を進めていきましょう。 GP02 さえ撃沈撃墜してしまえばもう怖いものはないですからね。ここだ、残るか。どうしてもね、もうビーム兵装中心になってしまっているので格闘に頼らざるを得ないところはありますので、少しずつになると思いますが、ここは削り取っていきましょう。では前回入りきれなかった主力部隊ですね、これも到着しましたので基地中心部に向けて進撃させていきます。ここも GP02 だけ残っちゃいましたね。核攻撃をしてこられるとまたちょっときつくなってきますけどね。撃ってきた、ガツッとくるな。ここに座られるとそうだな、なかなか削りきれないっていう状況になってきてるので、まあ誰が格闘を入れてもそれなりに強い格闘が入る編成にはなっているんですが、それでもこの硬さなんですよね。よし、ようやくケンファーの格闘でサイサリスこれを撃破できました。基地中心部がねようやく見えてきましたね。ではジャブローのその中心押さえていきたいと思います。今回ベリーハードチャレンジね、これで、終わりになりますけども、序盤は本当に苦しかったんですが、後半はですね、エルメスがうまく機能してくれたというのもあって、だいぶね楽に進めることができたんじゃないかなと思います。いろいろ皆さんからアドバイスいただいたのに、ね、とても大きかったんですが、ギレン編のベリーハードチャレンジこれで終わりにしていきたいと思います。一応ね、エンディングはこのまま流したいと思いますので、お時間ある方お付き合いいただければと思います。我が軍は連邦軍本拠地ジャブローの制圧に成功しました。連邦軍は滅亡です。左側にいるのはデラーズとガトーですかね。この後ろ姿な感じは、ジオン公国軍は戦いに勝利し、地球圏はギレンザビの独裁体制のもと有料人種が支配する時代を迎える。地球住民の宇宙への強制移民は反対する者への徹底的な弾圧によって瞬く間に実現し、地球環境は最悪の状態を脱したのである。また地球に住む者と宇宙に住む者の対立が解消されたことで、人類はようやく平和を取り戻したのであった。だがその平和はギレンの強権的な支配とそれに反抗する者の犠牲の上に成立したのである。人類の英知によってもたらされたものではなかった。しかしどのような過程があったとしても、人々が互いに憎しみ合い争い合う時代より、この平和を享受することの方が多くの人の願いであることは間違いない。人類は多くの犠牲を払うことによってようやく地球という足かせから解放された。そして宇宙という新たな環境に対応するため進化の道を歩み始めたのである。はい、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ようやくですね、このギレンの野望、ギレンザビ編ベリーハードにクリアマークつきましたね。嬉しいですね。では
今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また別のプレイで、お会いできればなというふうに思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。